まあ僕自身が黒マグロキハダマグロをメインターゲットとして周年日本のあちこちに行っていく中で、僕を含めていろんな釣り人がいつかはあんな体重を超えるようなでかいマグロを取ってみたいっていう夢が必ずあるわけだから。モンスターバスターっていうロットがもう20何年前にゼナックにはあった。それ以来世界の巨大なマグロを狙うためのロットを作っていこうっていうプロジェクトモンスターバスター、そんな話を聞いて夢の魚を取れるロットがここで作れるんじゃないかなって、さらに拍車がかかったような気がする。例えばマグロと力勝負を1対1でやったら絶対僕ら負けるわけです。力も勝てないし大きさも勝てない。だから自分より大きな相手と戦う道具なので、ね、自分が耐えられない道具を使っちゃいけない。でも魚にとってなんてことない負荷かけられない道具もだね。だから僕らが耐えれる、でも魚はやっぱり苦しめられる道具、というものをやっぱ目指してきたかな。でそこから今度は小さいルアーから大きなルアーまでちゃんと投げれることも求めなきゃいけない。でそのルアーも、幅広いんで、下は本当にもう 80g100g ぐらいがその竿の性能で弾き出してくれる。でじゃあ上はって言ったら、今僕はだいたい 250g まではこのロッドで投げてるので、それも竿が負けずにちゃんとルアーを弾き出してくれる。そういったことを全てを兼ね備えた竿を求めてます。狙ってるサイズがモンスタークラスっていう200キロを超すようなサイズなんで、硬すぎると、ファイトしてても、疲れてしまうっていうことと、体勢を整えれないから長時間当然ファイトができないんで、破断強度がある上でしっかりと竿が仕事をして魚を浮かす、しなやかでありでも反発する。っていうことがテスターさんからの要望。こう軽いルアー投げれるくせに大きな魚を持ち上げる力も必要っていう全く真逆のことを一本のロッドに求めているわけなので、これは相当ハードルが高いというか、作る方としてはすごい難しいことだと思います。今回のモンスターブランクについては一般的なカーボンロッドの作り方とは別で、アングラーが有利に立てる反発力っていうものを重視してテストを重ねました。普通に釣り竿というものはカーボンの種類であったり厚み、そして樹脂量、巻く金型の形によってもその組み合わせっていうのが無数にもう数えきれないぐらいあります。実際何回も何回もテストをしてコスト部分はやっぱりかかってしまいますし、そこがトライアンドエラーの繰り返しで、それが自社工場の強みでもあり、実際に求められたロッドっていうものを作り上げることができます。この繊維の方向でこう巻けばどうかなとかいう部分をいろんなカーボンの組み合わせで表現する。それをさらに煮詰めていって角度的にもいろんな角度で積層していく。カーボンの違いであったり、弾性率、厚み、繊維の方向っていうものを複雑に組み合わせたのがディープバイアスレイヤード構造になります。それをフィールドにテスターさんのところに送り出して、ダメな部分が見えたところをさらに設計に生かしたり、ロッドの硬さに調整したりとか、そこからさらにさらにっていうのを繰り返していって、より使いやすくて強度があるっていうものを作り込んでいきました。It has been tested for maximum drags up to 30 kilos. If you're targeting the largest tuna on top water, the TC77 is definitely the rod to go. 折れへんのが一番かな。そんだけの魚と戦わなあかんし、そんだけの魚を持ち上げなあかんね。200キロ300キロってなる魚に中途半端なものは何も持てんから、信頼できる最強の相棒やね。運よく200キロオーバーのクロマグロとファイトできたんだけども、この竿だったら絶対に取れるっていう、まだまだ上を戦えるっていう自信を持たせてもらえた。ものすごい高い次元で出来上がったブランクだと思います。